今日の聖書の言葉です。新約聖書ヨハネの福音書14章6節ここにこんな言葉が書かれています。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通して出なければ誰も父の身元に行くことはできません。あなたは今どのような道を歩いているでしょうか 道の役割というのはあるところへ私たちを導くことです。目的地に到達するために私たちは道を選びます。私たちの人生にとってもどの道を歩いていくのかそれによって到達点に違いが出てくるのではないかと思います。一度しかない人生です。確かな道を私たちは選びそしてその道を 歩ん,で歩んでいきたいとそのように思います哲学や宗教などこの世の中にはいろいろな道がありますそしてそれぞれがここのの道道そが真理の道だと主張し,ていますしかしそれらの道は時代の流れとともに批判されたりまたより新しい道にとって変わられています 私たちが本当に求めなければならない道とはどのような道でしょうか物質的な繁栄や社会的な成功を与えてくれる道でしょうか永遠の命へと導く永遠の祝福の道ではないでしょうかイエス・キリストはご自分についてこのように言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。つまり、キリストこそが、キリストだけが、 私たちを永遠の命祝福へと導く道です十字架の上で私たちの罪のために死んでくださり3日目に復活され死に勝利されたイエス・キリストを信じる時に誰でもこの永遠の命祝福が与えられるんですね神様はイエス・キリストを通して永遠の命祝福への道を用意してくださいましたですから イエス・キリストを信じこの素晴らしい命の道祝福の道を是非選びまた歩き続けていただきたいそのように心から願っています。